ごめんよ。ゲンちゃん。またなんかやったのか刑事も懲りねえよな。前田の松様いつ見てもお綺麗ね。ケイちゃんも松様には肩なしようね。松の絵ちゃん、そんな物騒なもん引っ込めて桜見物でもしないかい。そろそろ見納めだぜ。あなたは何度花見をすれば気が済むのだ。ってああもったいねえ。長く家を空けてようやく戻ったと思えばすぐにまた遊びほうけて、おまけに犬千代様を水風呂に入れるなど放蕩といたずらが過ぎますよ刑事。大丈夫だよ、トシはいつも裸同然なんだからな。ゆめきち、遊んだばかりいないで少しは前だけのためにお尽くしなさい。俺そういうの苦手なんだよな、縛られたくないんだよ。あなたはまだそのようなことを。トシは今度加賀の国を任されるんだろ。こんなところで俺と遊んでる場合じゃないんじゃないのかい。そうと分かっているなら煩わせまするな。あなたも犬千代様に力を。行け次郎丸。あの身のこなし、真面目に励んでおればどれほど前田家のために。まずねーちゃん、仕方ありません。いかれ五郎丸。まずやめておけ。まずねーちゃん、お止めくださいますな犬千代様。申し訳ありません。犬千代様しっかりなさいませ。丸腰で参った、それがしの不覚。当主なら大丈夫だ。じゃあまたな松姉ちゃん。刑事お待ちなさい。あいててててて。犬千代様、行かせてやれ松。あいつはとにかく好きなようにさせて。風邪をお召しになられたのですね。すぐに松目が温かい雑炊を作って差し上げまする。いや、こうしているだけで松のぬくもりに癒される。見ろ、風邪はもう治った。犬千代様、もちろん芋汁も食うぞ。松の飯を三国一、一杯食えば百人、いや千人力だからな。うわっ、犬千代様ったら嬉しゅうございます。さて。とまあそんなわけでさ。なんとむつまじい、利家殿と松殿は夫婦の鏡のようですね。そうだろう。恋ってのはいいもんだ。トシと松姉ちゃん、剣心に春日ちゃん、人がみんな恋に胸を焦がしてりゃ戦なんて。いきなり何を言う前田刑事。私は決してそのような。なんだよ、恥ずかしがることねえじゃねえか。命短し、人よ恋せよってね。貴様、カスナ、もう一服お願いできますか。はい、剣心様。美しい、たおやかで曇りのない心根が居住まいににじみ出ている。そんな、
いくら眺めても飽くことありません。あんた本当に忍びなのか？里の仲間に変わってるって言われるだろう。え？ん？仲間などいない。利家殿は織田信長の所業に心を痛めているのでしょうね。夫婦睦まじければなおのこと、先立っての身の攻めには思うところもあったはず。その気持ちを少しでも明るくしてやろうと水風呂のいたずらなど試みた。違いますか？あるいは最後と覚悟しての戯れ。そんな殊勝なもんじゃないよ。いずれにせよ、そなたに腰を上げさせるような世になってしまったことが悲しい。魔王が、信長のおっさんが嫁さんのふるさとを焼き討ちしたって聞いて、それでも魔王に付き従っている濃姫って姉ちゃんもどうかしてるとしか俺には思えねえ。きっと歳や松姉ちゃんも、近江も危ないかもしれませんね。ああ、浅井には気をつけろって言いに行ったんだけど、無用な忠告は悪であるとかなんとか門前払い食らっちまった。桶狭間で今川義元を撃ったものの、駿河を治める気は愚か、一向に東国を攻める気配がないというのは、多分潰し合いをさせる気だ。頃合いを見て一掃するつもりなんだろう。やはり織田をそばで見られるところにいたそなたが感じるのであれば確かでしょう。この機に東の武将を束ねようと。何でもお見通しだな、謙信は。安きことではないでしょう。ですが、それをなせる者があるとすれば、そなたを置いて他には。無謀なのは分かってるさ。けど、さすがにもう、寝てる場合じゃないだろう。交代の時間だぜ。バーガー、教えよ。一刀の様子、覗いてきたんだよ。どうだった？相変わらず。ここんとこ、開けてもくれても、剣を振り回すか、物思いにふけるか。長いこと、軍議も開いてねえよな。片倉様も畑にかかりっきりだしな。ばあちゃん。片倉様！お茶が入りましたで！おう、いただこう。散々走り回った挙句、小田原を武田に、駿河を織田に献上しちまって。まさか、人も片倉様もやる気なくしちまったんじゃ。え？政宗様。奥州名物独眼竜ってな、あんたかい？ああ、門番やってる連中にここだって聞いて。餅が食いたけりゃ茶屋へ行きな。簡単には食えそうもねえな。ま、覚悟の上さ。政宗様に何の用だ。仮にも奥州筆頭を前にした以上、まずてめえから名乗るのが筋ってもんじゃねえのか。おっと、こいつは。俺は前田刑事、以後お見知りおきよ。こいつは夢吉。大道芸人が来るところじゃねえ。帰んな。しかし男臭いところだね。恋の花一つ咲かせるのもこれじゃ一苦労だ。どこの祭りへ行った帰りか知らねえが、やけにハッピーな野郎だな。
それはそのままにしておく。親方様、改めまして小田原城ご入城おめでとうございまする。成り行きによる次第じゃ。伊達の小せがれにまんまと踊らされたまで。いいえ、これぞ勝者必須の断り。この地もいずれは武田領となるべくしてあったものと心得まする。またほふった敵をも武人としてたっ飛ぶ親方様のお心にこの雪村胸を熱くしております。雪村よ、織田信長を何と見る。はっ、言い知れぬものを感じました。何と申しましょう、この世のものとは思えぬような凄みと、殺気と呼んでしまうには生優しいまがまがしさ。それでも親方様の敵ではございませぬ。あれ以来奥州の独眼竜が鳴りを潜めているのはなぜだと思う。はっ、それは無論英気を養っておるのでしょう。あの男が第六天魔王と相対し闘志を燃やさぬわけがありません。本当にそう思うか、雪村。まさか親方様は、あの独眼竜が今川の首を横取りしてはばからぬ者たちに臆したと申されるのですか。強さとしたたかさを合わせ持つあの男に限ってそのような。もしそうならば、それがし見損ないもん。恐れを知らぬは愚の極み。恐れを知ることもまた必要にして不可欠なもの。しかし強い敵を恐れていては。雪村よ、お前はなぜこの戦乱の世に槍を振るう。なぜ戦う。それは親方様のお役に立ちたい一心にて、ひいては親方様に天下をお取りいただき、この日の本を全ていただきたく。それがなった時お前は何とする。それがしは親方様のおそばにて生涯親方様。いずれお前にも分かる時が来よう。親方様。ああ、同盟だ。諸国の武将を結束させようと思っている。尾張の第六天魔王さんと渡り合うために。ふっ、笑えないジョークだ。大道芸人が武将を束ねようだ。政宗様。ああ、そやつ前田家の風来坊にございます。ああ、そうかい。道理で水郷が過ぎると思ったぜ。水郷は百も承知だが、今はバラバラに小競り合いをしてる時じゃない。喧嘩ってな、大掛かりになるほど蚊帳の外にいるやつの方が見極めが効くもんだ。戦もそこは同じってね。奥州の伊達に甲斐の武田、越後の上杉、三河の徳川で東の布陣を固める。そこに近江の浅井、越前の朝倉、さらに西国の武将とも手を取り合って織田を包囲したい。及ばずながらこの俺も。よく喋る野郎だな、織田信長。確かにあれは単なるおっさんじゃねえ。魔王さんに会ったのかい。だったらわかるだろう、あんたほどの。あいにくだが、俺は人の下につく気はねえ。上とか下ってんじゃない、俺が言いたいのはさ。どうしてもってんなら力ずくでねじ伏せな。俺はあんたとやり合いに来たんじゃねえんだ。喧嘩なら太平だった花街でいくらでも相手になるぜ。しゃら！わかったよ、独眼竜。何の真似だ。すごい技の使い手だと聞いてるんでね、抜かないくらいがちょうどいいと思ってさ。あんまり俺を怒らせんなよ。
まだ怒ってなかったのかい？小次郎、承知しております。ご存分に。命短しか。お前いつの間に越後へ何しに来た？はいはい、ちょいとある男の動きを追ってる。諸国の武将を訪ね歩いてるっていう。前田の風来坊なら。ああ、やっぱり来たか。もうここにはいない。どこへ向かった？奥州か。さあな。ふーん。なんだそいつと謙信様の馬が妙に合うもんで、また嫉妬に焼かれてるってわけか。お前には関係ない。おっかねえ。さて、親方様の睨んだ通りか。どう出る？独眼流。人が幸せになってこその天下だろ。戦場で血を流して死ぬより好きな人に見取られたいと思わないか。俺はトシとマズ姉ちゃんが悲しんでる姿だけは絶対に見たくねえんだ。あんたにとっちゃ小さいことかもしれないが、喧嘩取りってな、みんなが恋して喧嘩して笑って泣いて楽しく暮らせる、そんな世のために。お顔あたりな、ヤサ男の兄ちゃん。ああ、ほんと食えないね。この小十郎、安堵いたしました。何の話だ？桶狭間にてあなた様が魔王に臆されたことにございます。てめえ、皮肉もいい加減に。政宗様ご自身もお気づきになられたはず。あれはあなた様が死ねない、決して死んではならないお立場にあられることを全身全霊をもって実感した瞬間に他なりません。あれこそ民の命、その誇り、明日を一身に背負う者、一国の主の姿にございます。この小十郎が悟す前にあの風来坊が気づかせてくれ申した。しかしながら挑まずにはおられますまい。奥州の民も、そして兵たちも一蓮托生の覚悟はできております。小十郎、初陣以来片時も離れたことのない右目もここにおりますれば、もっとも近頃はあなた様をお諌めするばかりでしたが。そうだったな、誰かがやらなきゃならねえ。だったらやるのはこの俺だ。 Go straight。 背中は預けたぜ小次郎。承知。 Are you ready, guys? Yeah! 目指すは終わり、魔王の首を取りに行くぜ。 Yeah! Okay! Let's get serious! Yeah!
州の御輿で天下の運試しだ。無料でダウンロードできるぜ。 Here we go!